はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。ドーン、プラレール機関車トーマス、遊べるエンジンビッグトーマスです。はい、来ましたね、こちらもですね、プラレール博2015で出てたね、はい、あれがついに発売されました。というか結構前に発売されてうちには来てたんだけど、ようやく開封する形になりましたからね。はい、でかいねこれね。そうでかい。そう でこっちに顔がドーンと窓があってね、顔見えるんだよね、うん、買ってずっとそこに置いてあってさ、でずっとトーマスがねパパのこと見てたんだよ、うん、夜もずっと見てたこと。どうでもいい、そんなことはどうでもいいですね。でかいでかいでかい。このビッグトーマスは音声が鳴ったりするんだね、うん、ギミックがいろいろたくさんあるみたいです、うん、音声何種類だっけ。音声トーマスのおしゃべりが全部で31種類、楽しい音楽が10種類入ってるみたい、うん、すごいよね。では早速開けてみましょう。うん、よし、はい、引っ張り出してみてもらえますか。はい、でかいね、これ重くて危ないよ。危ないよ、でかいでかい。はい、これだね、うん、お、これが本体ですね。すごい、でかい。今までのうちにあるトーマスの中で一番でかいねこれ、うん、素晴らしい、うん、とここが開くようになってるね。ガチャ。あー、ここがねプラレールレールがなった。あー、こうひっくり返すわけだ。なるほどね。でこれをや動かしたり、あ、ここがガチャガチャ動いたり。そうだね。あ、ここがほら穴開いてるちゃんと、うん、なるほどなるほど。ちょっとじゃあいろいろ見ていきましょうか、はい、こちらのセットにはですね、まずこのスコップと石炭運搬貨車、これがついておりました、うん、これはですね通るときに引っかかってこうね石炭落とすような形になるね。でこれが石炭ですね、うん、石炭丸いですけど、うん、はい、そしてこれがステッカーですね、うん、じゃあこのステッカーをですねビッグトーマスに貼ってちょっとコースをレイアウトしてみたいと思います。はい、はい、ということで、コース組んでみましたね、うん、ステッカーは少なかったからすぐ貼り終えたね、はい、で、今ですね電源はオフですけれどもこんな感じのコースになっております、またパパの部屋でやってるのでかなりレイアウトに無理があるけれども、こうだね、いけるはいけるだね、いけるはいける、ギリギリです、ギリもうこうはみ出しちゃってるもん。段ボール2つ使ってなんとかなんとかできたって感じだね。はい、それではまずですねこちらのトーマスの方、ビッグトーマスの方の電源を入れてみましょうか。はい、はい、無反応。そうだね、電源入れた時は無反応です。ただまずは汽笛のところプッシュってやつやってくれる。今日はどこに行こうかな。そうだね、こんな感じでトーマスがおしゃべりしてくれます。役に立つ機関車になりたいな。どんな荷物を運ぶのかな。いいね、はい、では今ですねこここのレバーのとこ、ここ、うん、ここをストップにします。それでトーマスを発射してみましょう、はい、ここをストップにしてるとこの中でトーマスが止まるからね、うん、はい、トーマス、ちっちゃいトーマスがビッグトーマスの中で止まるからね。そう、はい、じゃあやってみましょう、はい、後ろには石炭貨車を引いて石炭を積んでおりますが大丈夫でしょうかトーマス。あ、無事登るか。登った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 。あ、よかったよかった。はい、まっすぐ着きました。よし、はい、ここだ。おー、すごい。あー、石炭落ちた。おー、そしてビッグトーマス動き出した。おー、ここ見て、車輪も動いてるし、ピストンも動いてるし、ここもボイラーも湧いてるね。ボイラーも湧いてるし、ここも、ここも車輪がボコボコ出てるし、すごい動いてる。本当だね。しかもめっちゃトーマス話してるし、うん、なんて言ってるかわかんない。でも飛ばすぞって言ってるね。パワー限界です。だってパワー限界。じゃあもうゴーってやっちゃってくれる。あそこのレバーをゴーにしてください。はい、いった。そしたらトーマス出発します。いいね。今一旦停止しちゃったから電池入れ直しました。電池入れ直しましたね。はい、あ、早くなった早くなった。早い、はい、それでここで止まる。止まって、よし、そしたらシャベル使って石炭を入れるわけだ。そう。あ、危ない危ない。ちょっとちょっと、石炭、石炭落ちちゃったよ石炭がね、丸いからね。丸いから全然。手で押さえた方がいいよ、ちゃん。手で、手で、手で。そう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 。もう少しか手がないね。
手がないですか。どんどん結局手で入れた方が早いってやつですか、もしかして。まず一回立てば、はい、これで OK。 でこのシャベルはここにドンと、うん、で、スタートさせてみてください。これをスタートにすれば、はい、オッケー。お、早い早い、今度早い。で、ビッグトーマスストップにしてくれる。あ、なんか黒だもんね。さあ、大丈夫かな、あれ落とさずにいけるか。早い早い早い、いける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 。おー、素晴らしい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 。トーマスいい顔してるな。止めてーだって。オッケー、よし、パキッ。ガチャ、いいね、うん、これで走ってこっちで止まってる。おお、出た出た出た。ちなみにこのビッグトーマスは大きな状態で畳んでね、転がして遊ぶこともできますね。やってみてください。ちゃんと車輪ついてんだよね。素晴らしい、超でかい。ビッグトーマスが走る。はい、ということで今回はプラレール機関車トーマスの遊べるエンジンビッグトーマスでした。